ご乗車ありがとうございます。新快速電車の京都方面近江今津行きです。三宮、芦屋、尼崎、大阪の順に停車してまいります。次は三宮です。三宮です。お出口は右側です。三宮を出ますと、次は芦屋に止まります。ご乗車ありがとうございます。新快速電車の京都方面近江今津行きです。次は芦屋です。車掌は卯月です。電車は8両で運転しております。お手洗いは中ほど5号車と一番後ろ1号車にございます。なお、4号車と5号車の間は車内での通り抜けができませんのでご注意ください。JR 西日本からお客様にお願いを申し上げます。車内では優先座席付近では携帯電話の電源をお切りください。また、それ以外の場所でもマナーモードに設定の上、ご通話ご遠慮ください。ありがとうございました。芦屋です。到着発車の際、電車が少々揺れますのでご注意ください。尼崎です。もなく尼崎です。 JR 東西線京橋北新地木津方面、 JR 宝塚線伊丹新三田方面は乗り換えです。尼崎を出ますと大阪に止まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく大阪です。お出口は右側です。この先 JR 京都線普通電車ご利用のお客様は7番乗り場、北陸方面サンダーバード号ご利用のお客様は11番乗り場、大阪環状線京橋鶴橋方面は環状外回り乗り場、弁天町新今宮方面、 JR 夢咲線ユニバーサルシティ方面、大和路関空紀州路快速は環状内回り乗り場へお越しください。大阪の次は新大阪に停まります。大阪です。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。